ミスターリュウです今回はマンションと絡めた運気、まあ、いわゆる健康恋愛お金皆さん関心あると思いますけど風水でこの3つの要素がどのように絡むか簡単な説明をしたいと思います。運気というのはいわゆるその健康恋愛お金がどのようにこの間取りから発生しているかという考え方があります。特にここののの健健康康ですすねこの健康といううはやっぱりどししても寝寝るる場場所所を影響します寝る場所と いわゆる火を焚く台所こちらが非常に重点的に影響する場所ですですから運気の良いあるいは健康的な生活をするためにはベッドの配置がとても重要になりますこのベッドの実地というのは前も話しましたけれどもあれこれ書けない,あれけないんですかね <laughs> じゃあこのベッドの位置でドアの正面に来ないことが一つの健康の秘訣ですそれとこの健康にいいというのは いわゆる運気というものと絡みますけどこの気というのは毎年変わりまして例えばこのマンションが2013年に健康のいい運気があるかどうかという調べるときにはこの年の成によって考えます特に8とか1という数字がこのポーチ一番玄関から入ってくる気のところに8とか1の数字があるようないわゆる今年は 2013年は東北ですですから例えばこのポーチ玄関のある方向が東北にあると8がありまして北にあると1がなりますそのようなマンションは健康にもよく実はお金にも関係してきます特にお金と健康というものは影響しますなぜかというと健康な暮らしして体力もつかないとお金も恵まれません当然健康が悪くなると仕事にも行けなかったり力が出ませんのでこの健康とお金というのは必ず絡みます ですからどちらかというと健康運運がいいと同時にお金の運も良くなります先ほどの8と1というのが北と東北ということを言いましたけれども実は南も9という数字がありまして2013年は9という数字も非常に健康お金に関してはいい星になります。もしこのよくマンションにあるベランダ方向が南特に南の方向が多いと思いますけどこの9の数字が来ている。 南の方向を開放的にしていけば健康とお金には影響が強くなります恋愛ですけれども恋愛運というのは星として先ほどの2013年は4という数字がありますこちらは盗難です例えばこのマンションが盗難の方に出口があったとしますねそうするとここにいる独身の女性あるいは恋愛運の今まで遠しかった人が2013年はこちの 盗難に玄関があると恋愛運が強くなります。このように運気というのは、気の流れと一緒で変わりますので、その年年によって違いますけれども、マンションのこういった玄関ですとかベランダが変わらないときには、毎年その星をどの位置に来るかを調べていくと、健康運、お金、恋愛がどのように影響してくるかわかります。ただ一番大事なことは、自分自身が健康あるいはお金、そういったことを意識しないと、 ただ漠然とと生活していると運気も上がりません自分が健康的な暮らしをしたいと思えば一度先ほどお話ししたベッドの位置を変えてみるとか部屋の中で気になるところがあって自分を寝た位置から例えば上を見ると照明器具があったとかお金に関してももちろん風水的なものは改善できますけれども常に浪費癖のある人はやっぱりギャンブルあるいはそのようなパチンコですとかやる方は どうしても風水で改善できないということもありますので、必ず意識して自分はお金あるいは財運に良い暮らしをしているんだという自分の気も変えることが必要となります。簡単ですけど、健康、恋愛、お金に関する運気の話をしました。以上です。